皆さん、お久しぶりでございます。坂東匠です。ナビゲーターはゲダピアノの倉持由美です。今回東京から大阪まで丁寧に運んだものは、今注目を浴びているオーラアートです。オーラ絵画とは、人や自然、空間、そして土地などエネルギーを持つものと対面し、絵師である坂東匠さんの体を絵筆のように用いながら描く絵画なんです。実は僕から何かこんなものを表現したいと思って描いているわけじゃないんです。このこちらの絵なんですけど、はい、決して僕は龍を描こうねっていう意識はなかったのに、龍っぽいものが出てきます。で、この続きでこちらが描いたのは、人によっては鳥王に見えるとか、手がいっぱい生えてる蛇とかね、そんなことを言う人もいるんですけど、これは人がモデルなんですけれども、生き物というよりはなんか生命体みたいなものがね、宇宙の中ですごいダンスを踊っている樹木みたいな、なんかそんな感覚で、なんか服を投げてるみたいな、なんかそんなね、絵になってきましたね。どんなものでもいいです。ただここから出てくるエネルギーみたいなものが一体どんなものかっていうふうに言葉に変換してるんだよね。だからこの3つは全部つながってるんです。この龍が出た後に、鳳凰と呼ばれますけど、鳳凰が出てきて、そしてこの生命体みたいなものが出てきてるんですよね。ケガピアノが愛を持って丁寧に運んだ坂東匠さんのオーラアートは、心斎橋パルコで9月21日から10月3日まで坂東匠の愛ってなんだ展でご覧になれます。目の前で見るとその輝きと奥行きに感動します。ぜひこの機会にお越しになってください。これからも皆様の大切なものを愛を持って丁寧にお届けします。以上、池田ピアノの倉持由美でした。またね。皆さん、お久しぶりでございます。坂東匠です。今回東京から大阪まで丁寧に運んだものは、今注目を浴びているオーラアートです。オーラ絵画とは、人や自然、空間、そして土地などエネルギーを持つものと対面し、絵師である坂東匠さんの体を絵筆のように用いながら描く絵画なんです。このこちらの絵なんですけど、はい、決して僕は龍を描こうなんていう意識はなかったのに、龍っぽいものが出てきます。で、この続きでこちらが描いたのは、人によっては鳥王に見えるとか、手がいっぱい生えてる蛇とかね、そんなことを言う人もいるんですけど、これは人がモデルなんですけれども、生き物というよりはなんか生命体みたいなもの、なんかね、宇宙の中ですごいダンスを踊っている樹木みたいな、なんかそんな感覚で、なんか服を投げてるみたいな、なんかそんなね、絵になってきましたね。どんなものでもいいです。ただここから出てくるエネルギーみたいなものが一体どんなものかっていうふうに言葉に変換してるんだよね。はい、池田ピアノが愛を持って丁寧に運んだ坂東匠さんのオーラアートは、心斎橋パルコで9月21日から10月3日まで坂東匠の愛ってなんだ展でご覧になれます。目の前で見るとその輝きと奥行きに感動します。ぜひこの機会にお越しになってください。これからも皆様の大切なものを愛を持って丁寧にお届けします。